はい、本日はね、前回塗った 250TR の、タンクね、ここ垂れた部分、これを磨いて、垂れた部分を修正していこうと思います。ちょっとね、せっかく綺麗に塗れたんで磨くのちょっともったいないんですような気がするんですけども、まあまあこの後もいっぺんアイボリーを拭いて、で、ウレタンのねクリアを拭こうと思っているんで、まあ足つけ代わりにちょっと磨いて、まあ、綺麗にしていこうと思います。で、800番ですね、800番の耐水ペーパーで磨いていきます。そうですね、はい、全体的に磨きまして、で今、中性洗剤で、洗って今乾かしてます。はい、昨日ね、垂れた部分を、磨いてね、ちょっと消したんですけどね、まあ目立たなくなって、でもう一回、アイボリーをね、塗装しました。で、この後ウレタンクリア拭こうと思ってたんですけどね、ちょっとねここに見えるかな、ゴミがね点々とあるんで、もう一回水溶きしてから、クリアを拭いていこうと思います。シリコンオフで綺麗に脱脂します。で、本当は明るい時にしたいんですけど、なんか明日雨が降る予報なんで、まあ今日のうちに、クリア仕上げときたいと思います。ちょっとこれで乾かして、クリア拭こうと思います。クリアはこれ使います、ウレタンクリアですね。ピン押し込んで今、反対向けてで、放置中です。昨日の夜に、クリアを4回拭きまして、で、ちょうどね一缶使い切りました。これウレタンクリア、これ一度もう後ろ叩いて硬化剤と混ざってるんで、もう1回コピーしか使えないんで、もう全部拭きました。結構ね、いい感じで綺麗なツヤが出てかなり満足してます。まあちょっと仮でね、ちょっとエンブレム貼ってみました。
もともとの白よりもね、だいぶクリームっぽくなってね、すごいいい感じです。この後ちょっとね考えてるデザインがあるんで、マスキングテープ貼ってみて、で、まあ、自分のイメージ通りにできる感じやったらちょっとね挑戦していこうかな。ただ今の状態でもねかなり出来がいいんで、なんかね変なことするのも嫌やなと思うんですけども、ちょっとチャレンジしていきたいカラーリングがあるんで、これからちょっとマスキングやっていきたいと思います。で、ね使うマスキングテープがこのね曲線用のマスキングテープ、これプラモデル売り場で売ってたんですよね。すごい細いです。2ミリ厚ですね。何度かねやり直してだいたいラインが決まりました。結構ね曲面とかここをねまっすぐするのがね難しくて、まあでもいい感じのラインが描けたと思います。このこれがねちょうどエンブレムがこの辺に来る感じで、でこの中を、このねクロムモドキっていうスプレーを吹いて、アルミっぽくしようと思ってます。でウレタンクリアの、で仕上げてるんで、で、まあ、軽くこう洗し、ペーパーかけて、で、密着ロンかけてクロムモドキを、でクロムモドキの後に、水性のクリアを塗装しようと思ってます。とりあえずね完成がわからないんで、まず右面だけねちょっとやってみようと思います。最悪ですね。やっぱり塗料の相性悪かったのか縮みましたね。でちょっとねマスキングテープの跡もついちゃったんで、ちょっと乾きが甘かったのかもしれないですね。まあ被害はさほどひどくはないんで、後で磨くとして、まあまあ見た目はかっこいいんで反対側もついでにやっちゃいます。一応ね、メタル調の塗装が終わって、でスポンジヤスリですね、それで軽くなぞって傷をつけました。
アルミのなんかヘアライン加工みたいな感じで。でこの塗料このままだとずっとベタベタしてて、で手についたりとかね、服とかについたりするんで、水性のねクリアを、今からまたマスキングして拭きます。はい、いきなりですけどね、もう完成しちゃいました。なんかね、塗装をしてると、集中したくてね、ちょっと動画を撮れなかったんですけど、まあ、こんな感じで仕上がりました。やっぱりね、このメッキ系の缶スプレーは上からクリア拭くとただのねシルバーになってしまうんで、ちょっと狙った感じの色合いとは違いますね。どうしてもこう重ね塗りの相性もあるんでしょうね。ちょっとねムラになりましたね。これあのマスキングテープ貼ったらなんかこの辺が溶けてしまったので、まあ置いてしばらく置いてたらだんだん治っていってるんで、完全に硬化したらまた戻るかもしれないですね。反対側もこんな感じですね。結構クラシックな感じの塗装になったと思います。結構本人は気に入ってますね。まあ、ひょっとして、まあ、実際のところは下地とアイボリーをマスキングして、でシルバーの部分をね、下地のタンクのねアルミの部分でやった方が楽やったと思いますね。まあサビがどうなるかちょっとわかんないですけども、まあでもこれはこれでありやと思う、ありというかいい感じでできたと思います。で、今回ね使った、缶スプレーですね、これが、ボディペイントのプラサフですね。これを下地にして、でこのアクリルラッカースプレーのアイボリーですね。アイボリーをこれ2缶買って3分の1ぐらい残ってますね。まあ、タンクとサイドカバーと結構厚塗りしました。厚塗りのせいなのかちょっと乾きが悪かって、まあ、クリアと反応してるのかもしれないですね。1週間ちょっと乾燥させたんですけどね。で、このウレタンクリアですね、これ予備で2本、買ってて1本余りました。よいしょ、はい、タンクは、塗るのにこれを1本使ったって感じですね。最後まで完全に使い切らずに、もう残り少なくなったら塗るのをやめましたね。でクロームもどきですね、これ単体で色塗るだけだったら結構光っていい感じのツヤ出るんですけど、やっぱり上から保護しないと、で触ると手についたりとかしますね。なんかちょっとベタつく感じですね。だからタンクとかに塗るんだったらやっぱり上からクリアを拭かないといけないんですけど、クリアを拭くとやっぱり、ね、艶消しのグレーみたいな色になっちゃいましたね。あとは密着論とシリコンオフですね。シリコンオフ結構いい仕事してくれましたね。作業が早くなりますね。脱脂が楽でした。一応今回ねこんな感じで使う、あとはまあ耐水ペーパーとかパテとかいろいろ使いましたけども、缶スプレー関係はこれになりますね。はい、本日のご視聴ありがとうございました。